久保さん,久保さんいやー、マニアックっすね。僕と久保さんがマニアックなんじゃないですか。<laughs> まあ今回、キモいにしましょうか。マジ、キモいっすね。気持ち悪いっすね。うん吉谷拓郎はキモいにしておくよこ,こな <laughs> うん気持ち悪いっすね。 まあ普通続かないですからね、このやり取りも。僕なんかは、まあ,あ、トゥードゥで今、久保さんとのやり取り、動画アップしてないので、正直、一気に公開した時の動画の再生数って久保さん、ゼロ出るんですよ。一気に500本とか、前、多い時五500本ぐらいいったんですよ。マックス。で、この前も100か200か300かぐらい、一気にやったんですけど、まあ、このやり取り、一般公開するじゃないですか、一気に。ゼロ出ますよ <laughs>。 だからゼロの動画を作ってるっててるいうね <laughs> 僕からするとまあ久保さんに送ってる動画ですからね結論はうーんまあ久保さんはねまああの、to do でやっていることも一般公開してまあアクセスをこう集めてるっていうまあ一つのあ,のあれもあると思うんですけど正直僕なんかはもうこの億万長者合宿のやり取りに関してはノーアクセスというかアクセスを狙ってないというかまあもちろんあのキーワード次第では ちょっと回るやつもありますけど、一気に公開すると本当ゼロ出るんで、ゼロ再生ですね。誰も知らない動画みたいな。まあ見れないですよね、まあ物理的に。うん。だからキーワード検索とかなんかで関連動画であの出ない限り、一気にそんだけ公開されると、まあ見れないですよね。探す、埋もれるというか。うん。まあそれでもやってますからね、僕は。うん。ただね、ゼロでもいいんですよ。 でこれはちょっとマーケティングの話なんですけどもたとえゼロでも全体はのあるので要は何ですかねゼロその動画自体はゼロなんだけど行動したというエビデンスはあるんですよねやってるとうんだからそれを僕は使いますけど結局はゼロを使うっていうねこれなかなかちょっと高度な話なんですけどゼロの動画でも使えるっていう使い方によってはね要は多くの人続かだって続かないのでだから ゼロの動画にも信用をつけられるっていう話ですね。使い方によっては。ゼロの動画、まあだから普通じゃないですよね。この考え方も。ゼロの動画でどうやって信用つけるんですかみたいな <laughs>。まあ確かにその動画自体には信用つかないんですけど、その行動をした足跡、まあ再生リストみたいなのはありますので、それをうまく使えば、まあ販売プロモーションで使えますからね。うん。だってやってる人いないので <laughs>。 本当に <laughs>、うん。はい、いってらっしゃい。